鹿児島弁の授業は鹿児島市が方言に身近に触れてほしいと2017年度から始めました。全校児童72人が通う犬雑魚小学校です。鹿児島方言文化協会の劇団下旦派と一緒に児童たちが寸劇に参加して鹿児島弁を学びました。また6年生が鹿児島弁で紙芝居を披露しました。およそ100年前に犬雑魚地域に水力発電所を建設した稲葉三次郎の物語です。よかったじゃねな、電気があった方がわっぜ便利じゃっと。じゃっとじゃっと、こいから先電気が当たり前の世の中になったと。イントネーションとかが難しかったです。この言葉の雰囲気面白いなっていうのあったりしましたか？だもしたんっていう言葉。犬雑魚に明かりを通してくれたことに感謝もあるし、鹿児島弁で私のひいひいおじいちゃんのことについて語れてとても楽しかったです。ありがとうさげました。ありがとうさげました。簡単な言葉でもいいですから使ってもらえると嬉しいですね。またそれが世代間交流にもつながれば。せー